間違いやすい N1 文法暗記名人。今日はいかんという文法を勉強します。いかんで、いかんでは、いかんによって、いかんにかかわらず。最初は A いかんで B、 A いかんによって B。 これは A がどうかによって B が変わる、あるいは決まるという文法です。例文を見てみましょう。台風の進路いかんで、明日休みになるかどうか決まる。台風の進路いかんによって明日休みになるかどうか決まる。期末試験の成績いかんで、卒業できるかどうか決まる。期末試験の成績いかんによって卒業できるかどうか決まる。明日の試合の勝敗いかんで、決勝進出が決まる。明日の試合の勝敗いかんによって決勝進出が決まる。彼の謝罪の仕方いかんで、今後の対応を変える。彼の謝罪の仕方いかんによって今後の対応を変える。夏の雨量いかんで、野菜の収穫量が大きく変わる。夏の雨量いかんによって野菜の収穫量が大きく変わる。次は A いかんでは B、 A いかんによっては B の文法です。 A がどうかによって B という可能性もあるという使い方をします。台風の進路いかんでは、明日休みになるかもしれない。台風の進路いかんによっては明日休みになるかもしれない。期末試験の成績いかんでは、留年もありうる。期末試験の成績いかんによっては留年もありうる。明日の試合の勝敗いかんでは、初優勝の可能性もある。明日の試合の勝敗いかんによっては初優勝の可能性もある。彼の謝罪の仕方いかんで、今後の対応を変える。彼の謝罪の仕方いかんによって今後の対応を変える。夏の雨量いかんでは、野菜の収穫量が減る可能性がある。夏の雨量いかんによっては野菜の収穫量が減る可能性がある。次は何々のいかんにかかわらず、何々のいかんによらず。これは何々がどうであっても結果は変わらないという意味になります。ずーっとつくのがポイントです。理由のいかんにかかわらず、注文確定後は返金できません。理由のいかんによらず、注文確定後は返金できません。事情のいかんにかかわらず、
教師の体罰は許されない。事情の遺憾によらず、教師の体罰は許されない。目的の遺憾にかかわらず、社内のデータの持ち出しを禁ず。目的の遺憾によらず、社内のデータの持ち出しを禁ず。方法の遺憾にかかわらず、画像の複製、再配布は許されない。方法の遺憾によらず、画像の複製、再配布は許されない。それではここで問題に挑戦してみましょう。問題をやることで、さっき暗記した文法をもっと理解しましょう。それでは解き方を解説しましょう。今日は3つのパターンの何々遺憾を説明しましたが、まずで何々遺憾では B、 何々によっては B という時は、 A がどうかによって B という可能性もある。それからにかかわらず、によらずが来ると結果は変わらないということでしたね。何々の遺憾で、何々の遺憾によっての時は、 A がどうかによって B が変わる、あるいは決まるという文章の時に使われる。さて問題を見て、食べログの星の数の遺憾何何とありますので、答えは遺憾によってはなのか、遺憾にかかわらずであることがわかります。この場合にかかわらずであると、影響を受けない、変わらないという答えが来るはずですし、ここは影響を受ける可能性があるという結果ですから、そうすると食べログの星の数の遺憾によってはレストランの来客数は影響を受ける可能性があるという答えを選ぶことができます。この動画では皆さんの日本語ペラペラに役に立つ情報を発信していきます。それでは皆さん、ありがとうございました。以上、ゆきこでした。